よいしょ。はい、皆さんこんにちは。ピアペーパージャパンの松下と山口です。はい、お疲れ様です。本日2本目ですよ。まあ先ほどのねリキッドの動画、まあ、めちゃくちゃでしたけどいつも通り、はい、まあ、今回ちょっともっとやっていこうかなっていうね、まあ、モッドなんで、まあ、いつも通り、まあ、ちょっとサイズとか、まあ、今回サイズとかも測ってみようかなと思って、結構気になるお客さんいたっぽくて、サイズとか重さどんぐらいなのっていうのが、やっぱボロってやっぱ気にする人いるじゃない。そうですね。なんでね、今回そういうのやっていこうかなってことで、今回の紹介するモッドはこちらです。はい、ドンドン、パスポート AIO です。はい、でこんな感じね。これなんですけど、まあビジョンでね、もうみんなビジョン知ってると思うんですけど、ビジョンで有名になってるエコーとかビジョンとかいろいろやってるアンブレラが、もうハイコストパフォーマンスのメーカーですよ。値段も安くて、そこそここう物がいいとか、大体そういうものはいっぱいあるじゃないですか。値段が安くてそこそこ物がいいみたいなものいっぱいあるんですけど、これはね、値段がそれなりに安くてめちゃくちゃいいものを出してくれるっていう素晴らしいメーカーなんですよ。で、まあそんなメーカーが今回初めてモッドを出しましたんで、ちょっと紹介していこうかなってことなんで、あとまあオプションとかもあるんで、まあちょっとフィッティングとか軽くやって見せていこうかなって感じなんでね、ちょっと今回そんな感じでやります、はい、ということで動画の方どうぞ。はい、ということでね、見せていこうと思います。パスポート、はい、オープン。はい、でパスポートだ、パスポートだやったはい、こんな感じなんですけど、まあ何も書いてないね。はい、でこんな感じで入ってます。これで入ってるものは、まあ、モッド本体と、あとなんかこのここのオーリング、このここね、ここのオーリングと、あとなんかこのゴム、この黒いゴムなんだけど、これはね、こうやってみると分かるんだけど、分かるかな、分かんないよね。なんかネジをこうポツポツですね、埋めてくれるやつみたいなのがありまして、はい、で気になるこのモッドなんですけど、こんな感じで、まあボロのモッドなんでね、こんな感じで結構ね細かく、じゃあ見ていこうか。じゃあまずパネルがこう外れます、これこんな風に、はい、で、まあ、これもちろん取れるんですけど、こことかもさ、上ちょっと黒くメッキされててなんかいいよね、うん、で、まあこんな感じになってまして、で、これ多分ね、いろいろオプション出るんじゃないかなと思うんだけど、ここも外れんだよ、こう、こんな感じになってて、ここに爪があってさ、この上に、ここの辺入ります。はい、で、こんな感じ、ボタン変えられる、まあ、変えるそうだよね、なんかね、いろいろできそうだよね。で、俺は結構この一押しなんだけど、まずここつまみやすいの、ここね、これがかっこよくてさ、見てこれ、ちょっとこう浮いてるみたいな、かっこよくない？うわ、ほんとだ、かっこいいでしょ、かっこいい。そう、こんな感じになってます。ちゃんとこう通電するとこうなっててね。で、まあこういうのもまあいいとこなんですけど、まあちょっと作りとしてさ、これ値段3万9800円なんだけどさ、やっぱボロの持っとってさ、やっぱ5万超えが多いじゃん、かっこいいやつだと、はい、活用できるとか、まあ、サンキュッパーは結構魅力的なんじゃないかなと思って、で、俺さ、結構ポットみたいに使うのよ、これ。やっぱ味は俺51番の方がやっぱなかなか出ると思うし、使い勝手っていうか、その、やっぱりなんか滲んじゃうとか、ちょっとやっぱボロって多いじゃん、普通のアドバイだと、はい、で。そういうのもあるから、まあ、俺は51番が好きなんだけど、ボロはなんかこう、美味しいポットとか、電池の持ちがいいとか、リフトカーとか、なんかこれ、すげえいい日常にフィットするじゃん、この AIO 系って。で、そこに大事なのが、俺がよく言ってる充電器、タイプ C ついてます。これめちゃくちゃ大事、ホットですね。あ、で、この充電器すげえ早いんですけど、これちょっと1個問題があって、あの2アンペアをこう2アンペア充電ってよくあるじゃん、2アンペアするとね、ちょっと熱持つから、これ1アンペアをおすすめしてます、これは。はい、メーカー推奨、まあ緊急事態とかに使うのはまあ自己判断でまあいいと思うけど、まあ俺だったら使っちゃうけどねまあその様子見ながらね、見てくださいって、そういうの使うときは、分かんないなーってか、分かんないものとかさ、車とかあるじゃん、使ってねっていうのだけまあ注意してもらって、で、今回、ね、オプションも出てまして、今回出たオプションがですね、ビジョンの時にさ、あのなんだっけ、このドリップチップキットでさ、あのホイッスルみたいに出たじゃん、平べったやつみたいなやつがこう出てて、こんな感じ、ここにこうつくんだけど、まああの要は俗に言うこういうタイプのタンク使ってさ、はめる時にここが一体になってるから、こうリキッドがこうなんて再液化したりとかしなくて、一体型になったから味も美味しいみたいなやつなんですけど、これが今回出てて、これここにこうやってつけていくんですけど、
またこれ色このセット、このセットついてます。こんな感じで。ということは、はい。ということは？ということは本体も出るかもしれないね。もしかしたらね。そういうの。で、これがまあ上付け替え式なんで、こう抜いてもらって、ここにちょっと溝が切られてるんだけど、こんな風に見えるかな。溝って切られ、黄溝ってかなんだ、デコが出てるんだけど。それに対してこれがこうなってて、ここにこう場所も調整できるから、こうやって好きなところに止まってくれるみたいな。その辺は心配しなくていいよっていうのと、あとですね、これ結構俺の中で重要なんですけど、このさ、エアがここに開いてるんだってよくいいじゃん、はい、横開いてないんで、こっちとかこう裏とこっちに開いてるっていうのはいいんだけど、これね、いいのがこれがね、こう入るじゃん、こう入りました、こう閉めます、ちょうどね、これ窓のサイズになってるの分かる？ここなの、ちょうど。あ、バッチリですね。バッチリなの。これ結構考えられてないとこ多くて、ここのこのゴムのところにこうぴったりこう入るわけ、こう綺麗にこうやって入ってくれるの。だからかっこいいタンクとか使いたいじゃん、俺もうオジャックタンクとか、はい、こういうの使いたいときにこんなん入れちゃうじゃん。かっこいいんだよね、めちゃくちゃ。あ、これぴったりですね。そう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 、車体線とかさ。でまあ、これをさ、まあ、こんなんにしちゃってこう使ってねってやつですよ。そうするとこうなるよって。かっこよくない？こんな感じで使える、できっと見えるみたいな、まあ、このね、ここが結構重要だなと思って、このぴったりここでこの面にぴったりくるっていうのは結構あんまね、なんかで剥き出しとかもいろいろあるじゃん。でもこのチラ見せのこのかっこよさ、かっこよくない？こういうのができるから、その好きなね、自分のタンク使うときにいろいろ考えてこれはめるとなんかいいのかなと思って、まあこれで例えばこういうよくあるなんだっけ、ブリッジシステムだと、まあ、こんな感じになって、で裏から見るとこんな感じになるっていうね。いいよね。もういいですね、うん、まあ、こんな感じですよ。まあ、とりあえず使い方としては、まあ、モッドなんてもうみんなね、いろんな好きに使えばいいんだから、いろいろあるんですけど、裏が見えるのって結構なんか、まあ、ないっちゃないよね。なんか片方から焦げてくることとかもあるじゃないですか。あ、こっちからこっちからね、はい、そういうのが見える。あとさ、しくじるとさ、こっち側の奥が濡れたりするじゃん、はいはいはい、BB とかだと奥が濡れたりとかもあるし、あとこっちから空気も入ってて、こっちからも入ってとか、いろいろあるじゃん。それでなんか美味しくなかったりするのよ。そういうのもまあちょっと考えられてるから、その辺もいいかなと思うんですけど、まあ、そんなことでね、皆さん気になるサイズの方もあると思うんで、サイズとちょっとね、重さのチェックしていこうかなと思います。これいらないか、じゃあこれ取っちゃって、はい、ということで今回はね、サイズとか重さのちょっとチェックしていこうと思います。ということで、まあ、バッテリーも入ってないです、両方で。サイズの方が、はい、測ります。はい、こんな感じ、こんな感じです。見えるかな。22mm だな、これ。22mm だ。22mm です。まあ、アトマイザーの幅と一緒か。ってことは、まあ、最薄だよね、テープでは。アトマイザー大体 22mm じゃん。そうですね。ってことは、まあ、最薄だよね、ここは。で、あれと一緒ってことだよね。ボロだったら、まあ、もうちょっと薄くもできるのか、やろうと思えば。あ、そうですね。うん、もうタンクむき出しにすれば。はいはい、まあ、510と比べたら、まあ、もう。薄いですよと。で、高さが、はい、こんな感じ、7センチぴったり。じゃあ、はい、あとどこだ、あとここ、ここはここはこう、56ですね。 5.6 センチ、ちっちゃいよね。ちっちゃいです。そうで、これまあ BB と比べると、まあ、こんな感じです。こんな感じ、結構ちっちゃいのよ。薄さは多分そんなに変わんないと思う。まあちょっと薄いか、結構薄いか。あとこの R が効いてるからさ、ここがいいよね、持った時の感じ。あ、そうですね。あ、でまあ矢口さんちょっとカスタムしちゃったからあれなんだけど、ちょっと重さ測っていこうか。はい、じゃ重さ測ります。大体のビールを 150g ぐらい、 150g。 はいはいはい、すごい軽いと思うんだよね。半分って相当違うよ。相当だな、うん、まあサイズはこんな感じで、重さはこんな感じなんで、まあ使い勝手としてはね、非常にいいと思うんですけど、
まあ俺がちょっと使ってるセットアップなんかをちょっと見せていこうかな。はい、で俺はね今使ってるのが、まあ俺ビジョン、またいつも通りビジョン使ってるんですけど、こんな感じで、まあまだこれ出てないんだけど、プロトで作った金のフィッシュアイアダプターと金のビジョン作って、こんな感じで使ってます。いいよね、かなりこんな感じだから。ビジョンが合いますね。まあ同じメーカーだからね当然のごとく。まあこんな感じで使えますよって感じなんで、まあちょっとね、あの今この動画見てもらってよかったなと思ったら、飲み先で触れるんでね、よかったら触ってみてくださいってことで、まあなんかフィッティングしようかな、なんかまあでも今いろいろ入れてみたしね、まあいいか、こんな感じではい、なんか分かんないことあったらコメントとかで聞いてください。はい、ということでね、いろいろやってみましたけど、まあ本当に使い勝手、俺結構使ってみて思ったんですけど、プロトから使ってるんですけど、まあ使い勝手はめちゃくちゃいいし、まあ軽いし、まあ、本当になんか薄くてちっちゃくて軽くて、リキッドいっぱい入って、電池持ちもすげえ良くて、充電できるから、まあ本当にポットみたいな感じで使っても全然いいし、まああとまあ、ボロね、使ってみたいけど値段高いとか、互換性が分かんないとかいろいろあると思うんですけど、やっぱりその、ボロ互換っていっぱい出てて、入んないとか入るとかいろいろあるけど、まあいろいろ俺たち入れてみたけど、入るんだよ、全部。で、あと見た目もかっこいいし、そこそこのやっぱりその値段払わないでさ、5、6万からじゃん、もう大体ボロのモッドって。だからまあ、もしね、そのボロ使ってみたくて、ちょっとそこそこいいやつ欲しいなと思ったら、まあ、デビューにもいいのかなっていう感じで、まあ、普通に使うのもすごいし、かっこいいから、めちゃくちゃいいかなと思って、まあ、よかったら触ってみてくださいってことでね、まあ、そんな感じです。まあ、あとは、あれですね、今後のオプション、ちょっと期待ですね。まあ、その辺も期待してもろて、多分出ると思うから。まあそんな感じで、まあよかったら触ってみてください。はい、ということでね、なんかちょっと測ってみようかな。あ、俺の入れてる状態でセットアップで測ってみようかな。全部の総合でしてるセットアップだとこれで172。170、ビジョンなんかやっぱ多少重いんだよ、金属の部分多いから。あ、まあそれとこんなもんで、山口さんそれ、まあ、ドリッシュとか何もつけてない状態です。ちょっとそれ置いてみて、それバッテリー入ってないのか。バッテリーの、バッテリーどれも置いてみよう。バッテリー乗っけた。入れなくていいんじゃない、乗っけたから。パネル。ああ、やっぱ全然200超えちゃうんだね。200超えます。200これで30。あとまあドリッシュとかつくから250ぐらいいっちゃうのか。ってなったらまあ結構軽いね。軽いです。これだったら。うん、いい感じ。なんでまあよかったらね、あの日常使いにもすごいフィットすると思うんで、よかったら触ってみてください。はい、ということで本日はそんな感じです。モッドだからね、見せることなくて、あれだね、喋ることもあんまりないですね、いつも通り。はい、まあただみんながやっぱ見たいと思うんでね、すごい問い合わせも来てたんで、まあちょっとこんな風に見せれたらなと思って動画してみました。ということで本日はこんな感じで終了したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしければチャンネル登録です、高評価フォローよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ皆さん次は何の動画で会えるかな。次なんだと思う。次はあの自分はあのキャッスルローグ以外のファイブ。ああ、ファイブポーンですね。まああとあれだね、レルですね。じゃあレルです。レルです、ありますから、その辺もやっていこうと思いますので、はい、まあよろしくお願いします。まあハードウェアね、なかなか入ってこないから今。そうですね。アトマイザーもちょっと入荷少なくなってきてるしね。はい、なんでまあよかったら触ってみてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。また。